太陽誘電株式会社は、受動電子部品を、主とした、電気機器製造会社である。一般消費者の間では、CDR などの記録メディアのメーカーとして知られる。研究者の佐藤彦八が1950年設立。本社は、東京都中央区、工場は、群馬県高崎市など。日経平均株価の構成銘柄の一つ。主力は、電子部品。 2015年末までは CDR、DVDR CD、DVD BDR などの記録メディアも製造していた。有電体セラミックを使用したコンデンサやフェライトセラミックを使用したインダクタなどの受動電子部品および電子部品技術を活かした高密度実装による Bluetooth モジュールなどを主力商品としている。2001年には群馬県群馬郡に 電波暗室旨を設立。関連のイズ対策部品の販売拡大を狙い、10メートル暗室、アンテナ評価設備、Bluetooth 認証設備、金棒電磁界同時測定の設備を兼ね備えた運営を行っている。ザッツ CD-R 以前はカセットテープやビデオテープなどの磁気テープをザッツブランドとして製造を販売していたが、1993年に、 記録メディア事業をソニーとの合弁会社であるスタートラボに移管した際、その販売事業から撤退している。1988年に当社が開発した CD-R を手始めに DVD-RBD-RLTH を製造し、スタートラボからザッツブランドとして発売していた。同社の記録メディアは福島県伊達市にある子会社。 福島太陽油電によって一貫生産されていたが、2021年現在は生産から撤退している。ソニーの CD-R、富士フィルム、TDK、パナソニックの DVD-R など大手メーカーへ OEM 供給をしていた。また、日立マクセルには OEM 供給していたものの同社が自社生産に切り替えたために、 DVDR 製品の OEM 供給を止めた。ただし、CDR は2015年まで OEM 供給していた。BDRLTH は自社生産であるが、BDRBDRE は他社の生産である。2008年10月には、日本ビクターの記録メディア部門を分社化した、ビクターアドバンストメディアが、太陽油電の参加に入った。 2015年6月、ハードディスク、及びフラッシュメモリ等 IT メディアの、さらなる大容量化や、クラウドコンピューティングなどの影響により、記録メディア市場の縮小が継続し、業績改善が、見込めないことより2015年内に、光ディスク製造より撤退することが明らかとされた。2016年以降、太陽誘電の光ディスク技術は、台湾の CMC、 マグネティクスに提供され、マイクロボードテクノロジーから、CMC プロパワードバイ TY テクノロジー、次期研究所から、TYMID として発売されている。2021年9月1日、国立科学博物館は、2021年度の未来技術遺産に、当社が1988年に開発した、z a ツ CD-R ほか24点を選定した。 かつて磁気テープを販売していた頃は、CM も盛んに行われていた。同社の女子ソフトボール部、太陽油電ソルフィーユは、日本ソフトボールリーグにおいて1987年から連続して女子一部リーグに在籍し、リーグ優勝6回を数える競合として知られ、日本代表等に多くの選手を送り出している。全国タイトルは、計33回で、 ビッグカメラ高崎に次いでの多さを誇る。ありがとうございます。